お疲れ様です。回してんの今？あ、もう回してます。はい。もうこれがオープニングになるんで。マジ？はい。ここから回すの？撮っちゃおうかなと思って。今あの仕事が終わって。あ、今終わって。ちょうど終わった。来るのもうバッチリでタイミング良かった。あ、本当ですか？うん。今日は俺のね一番嬉しいハイカーブの日だから。はい。もう玄米が多いね。胸肉 300g。玄米これ多分1合ぐらいあるのかな。1合。うん。1日2合食うから。ああ2食に分けて食ってる。その方がいっぱい食えんじゃん。ああ、そうですね。で、ブロッコリーでしょ。はい。これ。あ、これおなじみの。これもう、これが、もう、これ食うためにあるみたいな。これがうまいね、マジ。本物は食べれないですかね、すき焼きは。すき焼き食いたい。すき焼き食いたい。これ、昔から ASMR 超好きなの、咀嚼音。ああ、ありますね。で、別に男の人だろうが女の人だろうが何でもいいの食べてる内容によるんだけど、はい、すっげえ甘いアイスクリームに、はい、あえてチョコレートあチョコそうをバクってつけて食べるとかあなるほどもうやべえと思って辛くないですかそれ原料気に見るのえなんかこれって人が食べてるところ大食いとかを、はい、見るの辛いって思ってる段階だとまだ気持ち切り替わってないらしいあ、そうなんですか それを見て、はい、食べた気になるというか代わりに食べてもらってるとかそれを見て心地いいって感じるようになれば、はい、ちゃんと気持ち切り替わってるらしいなるほどで俺はそれ見て、はい、食いていやいや切り替わってないじゃないですかじゃあ切り替わってない方だったんですね今まあそんな話はいいんだけど今日はね、これからコーチがね、来るんで明日、ほら、ジンさんのコンテストだからそうそうそうついにですね予選だからねはいまあ、俺も見に行くんだけどはいまあ、そのコンディションチェックでコーチもこっちにいらっしゃるんでそのタイミングでね、声かけてもらってはいちょっとコーチにトレーニング今から教わりに行くっていう感じ今からコーチとトレーニングまあ、ちょっと多分前回よりも多分体のコンディション的には絞れてると思うからはいまあ、そういうところも見てもらえればなってまあ、モチベーションになればね、みんなのはい、モチベーションになればいいかなって思いますはいそんな感じで Thank you.
フロントとサイドがを使っていく。あで肩甲骨が、はい、寄るんですか。そうそう寄せたまま。これテンポこれぐらいでいいですか。もっと狭いんですか。もうちょっと狭い。下ろしていくときにもうずっとこれネガティブでかなり持ってるから肘上に上げるんです。もうちょっと下にここにつくまで。じゃあ後輩が後ろに3頭が入ってきて、めちゃくちゃ黒く見える。ファルコン、あいつ、僕より黒くないですか？お前より黒くないよ。絶対。完全にファルコンが黒いっすよね。お疲れ様でした。お疲れ。まあとりあえずいいトレーニングだったね。はい。どうだった？いや痺れました。いや俺はさ、はい、自分の絞りの甘さにさ気持ち持ってかれたんだ。だってコーチのあの絞りとさ、はい。まあじいさんが明日コンテストだから、はい。まあ、ポージングで来たわけじゃん。来ましたね。まあまあそこと比べたなってのはあるけど、割と自分の中ではさ、はい、体重もここ数日でガンと落ちて、はい、なんだろうな、有酸素も増やして、はい、自分で自分の鏡を見た姿ってのに納得してた、はい、ちゃんと絞れてる。ただやっぱコーチのコンディションとさ、ジンさんのコンディションも見ちゃうとさそしてあそこで並んじゃうとさ、ちょっとねまだまだ足りねえなっていうのがやっぱり思うよね。コーチは大会前なんですよ。
いや、違う、コーチはね、常にあのコンディションなの。明日の大会出るわけではないです。違う、常にね、あれなの。今日も言ってたじゃん、もう追い越す食えば、ああ、なれるって言ってましたね。なれないと追い越すじゃん。だから、まあ俺の場合はやっとここから減量が始まったっていう段階かもしれない。だから、まあここからピッチ上げてね、まあ、有酸素も増やしながら、筋トレの強度も増やしながら、有酸素の内容もちょっと濃くしながらね、はい、まあ、工夫して、またね、気持ち切り替えてやっていこうかなと思います。なんだろう、がっかりしたわけじゃないんだけど、確かにまだ時期は違うからさ、はい、っていうのを自分に言い聞かせてるけど、はい、まあ、俺もうちょっと絞れてると思ったんだよな、自分が。ちょっと仁さんが凄まじかったですね。ちょっと絞れてすぎる2人だったんで、まあ、俺もそこにね、あの並べるぐらいのコンディションに持っていかなきゃね。まあ、なんで、ご視聴ありがとうございました。じゃあ。